い。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は質問の方で、聖杯を捧げるテイレアでおすすめのサーヴァントはいますかっていうのがあったんで、それについてお話ししていこうかなと思います。ただちょっとここ個人の意見がめちゃくちゃ含まれるんですが、自分はどちらかっていうと他人に聞く、他人に聞いてこのサーヴァントに振ろうっていうよりも、自分で好きなサーヴァントを見つけて聖杯を振るっていうやり方の方が絶対にいいと思います。理由として、他人から勧められて、まあそのサーヴァントに振ると後悔するっていうことがめちゃくちゃあるんですよね。なので、まあ一応こういう感じで動画は撮ってるんですが、まあなんか気持ち程度、後悔というか、まあただ参考にしようっていう感じで見てもらえればいいかなと思います。どうぞそこのところだけに関してはご了承お願いいたします。ではまあやっていくんですが、テイレアというかサーヴァントに関して最終サイリンのアイコンにしております。理由としては全部普通に戻すのがめんどくさかったからそうしております。すいません。ではまあやっていきましょう。まずテイレア、まあ星3以下で言うとサーヴァントとしてはこんな感じになります。で、正直なところ宝具1の星5サーヴァントまあいると思うんですが、レベル100もしくはレベル90にすると、まあほとんどのサーヴァントが火力超えます。まあちょっと特殊なね、マーリンとかそこら辺のまあちょっと一部例外キャラクターはいるんですが、ほとんどのサーヴァントはテイレアのサーヴァントレベル90レベル100にしておくと星5の宝具1だった場合簡単に超えるんで、まあ正直ね、おすすめはどれかって言われると全サーヴァントはおすすめ、全サーヴァント、もうすべてのキャラクターに聖杯を振ってって言いたいぐらいもう全部おすすめです。ただまあそこら辺のことを言っておくとね、多分ねちょっと趣旨がずれてくるんで、まあ自分の中でおすすめのサーヴァントっていうのをまあ今から言っていこうかなと思います。まず一人目なんですが、バニアンですね。バニアンに関しては高速周回で使うっていうので、まあレベルを上げれば上げておくほどね、どこでも使えるっていうのがあるんで、まあこれに関してはやっぱおすすめかなと思います。で、ここ2人目、アステリオス。アステリオスなんですが、宝具の方で敵の攻撃力、防御力、大ダウンとダウンをやってくれるんですよね。でアステリオス、普通にテイレアの攻略、テイレアの攻略難易度攻略で結構使われるんですが、やっぱこのステータス的にね体力が低いんですよね。なのでそのことを考えて聖杯を振って体力を少しでも上げてあげるっていうのをやると、まあ化け物になります。で次、スパルタクスなんですが、スパルタクスはまあ普通に使えるよね。 NP30% チャージ持ってるし、レベル上げしておけばね、勝手に圧制とか言って敵をね全部投げ払ってくれます。はい、強い。で、それ以外で言うとアーラシュはまあほとんどの人が周回で使ってると思うんですが、まあこのキャラクターレベル60でも火力を出してくれるんですよ。やばい火力。これがレベル80、90になったらもうすごい火力出してくれます。多分ねレベル100とかにしてたらあれじゃないかな、星金の種ビランサーとかもぶっ倒してくれるんじゃないかな。まあちょっとそこのところはちゃんと覚えてないんですが、そういうこともできると思うんで、まあ普通におすすめかな。で、ハサン先生。ハサンはね、やっぱいいよね。まあ、スキルも強化されたっていうのと、この風よけの加護で、3回回避してくれるんで、耐久がしやすい。で、これにステータスがさらに高くなると、まあ、攻撃を食らってもさらに耐久することができるっていうのがあるんで、まあ、結構おすすめです。で、次。アンデルセン。アンデルセンはね、もう、高速栄翔あって、まあ宝具が即打ち可能、それプラス味方のやつ体力回復とかいろいろしてくれるっていうのでもう強い。でそこからね、ここのところまあ体力9000しかないんですが、聖杯を振ることで1万超えてきたりとかするんで、まあ耐久するサーヴァントをさらに耐久することができるっていうので結構おすすめです。で次はどれかな。ゲオ先生。まあ、結構このサーヴァントもおすすめです。理由として、3ターン多義集中持ってくれるんで、レベル100とかにしておくと、まあ、3ターン耐久しながらも、ずっと耐久してくれて、盾役として、やばいな、味方の体力がちょっとやばいなって時に、この人が生きていると、
まあサポート盾役として本当守ってくれる。でそれプラス65のレベルから100とか90になっておくとさらに体力が上がって、まあ、盾役としてさらに活躍できるっていうのがあるんで、まあ結構おすすめですって感じかな。で星さんに入っていくんですが、まあ持ってる方ちょっと少ないかもしれないんですが、伊蔵さん、この方はやっぱやばいです。理由として人型特攻をね入れてくれるんですけど、これが頭おかしいぐらいに強い。でレベ100の伊蔵をねちょっとフレンドさんに確かいたんで使ってみたんですが、正直星5のキャラクター余裕で超えます。特攻が毎回毎回入ってクリティカルでドンってしてくれるんで、お前マジでキモいわっていうぐらいめちゃくちゃ強くなります。まあ伊蔵さんかな。んで聖杯でおすすめね。あ、メディアさん。メディアさんに関しては、宝具のやつがね、キャスターでは珍しい単体宝具なんですよね。で、強化解除ついてくれてます。なので、レベルが上がってるとさらに火力を出して、まあ、殴ってくれるっていうのもあるし、アーツパで高難易度として低レアのアタッカーとして使おうっていう方結構いたりするんで、まあ、メディアさんも結構いいかなと思います。で、それ以外で言うと、メドゥーサ、メドゥーサいいかなと思います。あれ？俺、宝具強化して、してなかった。すいません。メドゥーサに関しては、まあ、NP20% 固定で増やしてくれるんですよね。で、なので、まあ、周回する際に、レベルが高いと、まあ、周回がとてもしやすいっていうので使えるかなと思います。あともうちょっと絆上がるから上げておこう。で、それ以外で言うと、クフリン。まあ、クフリンに関してはもう言わずもがな、やばいでしょ。戦闘続行持ってるし、3回回避持ってて、仕切り直しもあるっていうので、めちゃくちゃ耐久できます。で、宝具強化も来てさらに強くなった。で、これがね、レベル70から100になると、本当に化け物になります。短期性能、鬼かっていう感じに強くなります。で、アーチャー、エウリアレ。男性絶対殺すマンになってくれます。めっちゃ強いです。で、まあ普通にね、アーツ性能とかも結構入りやすくなったりとかするんで、まあ普通にいいかな。で、ロビンフット。この100もやばい。ロビンフットに関しては特攻をね誰にでも使うことができるっていうのがあるんで、まあこのやつ毒状態を付与した次のターンぐらいに、まあそのターンでもいいんですが、イーバウレベル100が入るとまあ余裕で星5サーバントの火力超えます。めっちゃ強いです。でベティもやっぱいいかな。ベティに関してはまあNP30% チャージが固定であるよっていうのと、まあ宝具がねバスター性能アップ、そして単体で超強力な攻撃っていうので、まあ火力めちゃくちゃ出しやすいですっていうのがあるかな。まあおすすめのサーバントとしては自分はここら辺になるんじゃないかなと思います。まあ言ってないサーバントもいるんですが、まあ正直ね俺にとって聖杯全部レベル100もしくは90にすると、頭おかしいぐらいに全員低レア星3以下のサーバントって強くなるんで、というか軽くまあ星4とか星5を超えたりとかするんで、まあ自分としてのおすすめはここら辺になるんじゃないかなと思います。それぐらいかな。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。さっきの初めの方でも言ったんですが、聖杯に関してはね正直他人に聞くよりも、自分でこのサーバントがいいっていう感じで振った方が絶対後悔はしないんで、まあ後悔しない方法で聖杯を振るということをおすすめします。それじゃあ、バイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録等よろしくお願いいたします。Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあ、バイバイ。